西口津駅は、三重県津市羽根所町にある、東海旅客鉄道、近畿日本鉄道、伊勢鉄道の駅である。三重県の県庁所在地、津市の中心駅である。第1回、中部の駅百選に選定されている。当駅では、IC カードは近鉄のみで使用可能で、JR、伊勢鉄道では使用できない。JR 東海の駅は、駅長、駅員配置駅であり、 管理駅として、市内に位置する三駅を管理している。近鉄の駅にも駅長が置かれ、高田本山駅、桃園駅間を管理している。かな、漢字表記では、日本一短い駅名である。ギネスワールドレコーズには、Z として、世界一短い駅名として登録する動きが1994年から1995年にかけてあったが、一文字では、Z は、 スとは発音しないと指摘があったため見送られた。しかし、2014年以降、プロジェクト Z として再燃し、2016年現在、登録申請に向けて準備を行っている。JR 東海の規制本線、近鉄の名古屋線、伊勢鉄道の伊勢線の3路線が乗り入れ、接続駅となっている。伊勢線は当駅が終点であり、当駅の駅番号として、12が付与されている。 名古屋線の駅番号は E39 が付与されている。単式ホーム1面1線、島式ホーム2面4線、単式ホームの北東側を切り替えた切り欠き機、ホーム1線、合計3面6線のホームを有する地上駅。駅舎は東西両側にあり、古線橋で結ばれている。東側は JR が管理し、1二番線ホームに、地上改札口が駅ビル、チャムの二階に、 ビル改札口がある。西側の橋上部にある改札口は近鉄が管理している。改札口には、それぞれの管理のもとで自動改札機が設置されており、両者で仕様が異なっている。JR 全線切符売り場は、東側のみ、近鉄特急券、定期券売り場は東側、西側双方に設置されている。IC カードは当駅から直接近鉄に乗車する。 場合に限って、双方の自動改札で使えるが、改札内には乗り換え用のカードリーダーが設置されていない。そのため近鉄で IC カードを使用した後で、JR 伊勢鉄道に乗り換える際は、一旦改札を出て乗車券を買い直し、再び入り直す必要がある。JR 伊勢鉄道は IC カードに一切対応しないため、 とか、都会エリアマタンの亀山駅や河原田駅までの利用であっても使用できない。逆に、JR、伊勢鉄道でワンマン列車を利用して、当駅で近鉄に乗り換える際には、車内で運賃を支払った上で、生産権を受け取り、引き換えに近鉄の駅員、または車掌から乗車券を買う必要がある。国鉄側にあった貨物側線の廃止で余剰となった土地は近鉄に、 上渡され、近鉄線のホーム拡張に当てられた。近鉄のホーム有効長は8両編成分である。1番線を、伊勢鉄道線、2から4番線を、JR 線、5.6番線を、近鉄線が使用する。ただし、伊勢鉄道線の特急南紀、快速三重は直通運転の関係で3番線を、使用する。2番線は、短式ホームで、 一番線は二番線を切り替えた部分にあるが、これは旧日本国有鉄道時代に用いられていた、貨車用の側線を改造して作られた。3.4番線、5.6番線は、島式となっている。なお JR は、二番線が下り本線、三番線が上り本線、四番線が上り一番線となっている。三重県統計書によると、 ついたちの平均乗車人員は以下の通りである。JR 東海、伊勢鉄道の乗車人員には南紀、三重など JR 東海と伊勢鉄道を直通する列車で通過するだけの乗客の数も含む。近鉄の乗車人員は JR からの乗り継ぎ人員を含んでいる。JR 東海管内の在来線とかエリア外では最も乗車人員が多い。 津駅の利用状況の変遷を可表に示す。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。当駅は、津市の繁華街である橋内地区から北西に離れた京北地区に位置し、津駅から、津上までは 2km 離れている。西口が、駅裏にあたる。西部の丘陵地に、三重県立美術館、三重県総合博物館や三重県、 総合文化センターなどを抱え、西口背後に東道高虎の庭園であった快楽公園を控える。アストツ駐車場付近には、1961年に廃止された近鉄伊勢線の武田駅が存在した。ロータリーは西口、東口ともに備えるが、高速バスも含めほとんどのバスが東口発着である。高速バスのきすべての路線が三重交通により、 運行されている。ありがとうございます。